We should be doing work, but instead we're playing video games. Thank you.
おや?お目覚めのようだね。おめでとう。君は適応試験に合格し、晴れて第二の人生を歩み出すことができたのだよ。そう、まがい者としてね。まあ落ち着きたまえ。君、契約書にサインをしたんだろ。本契約において、こう、我が組織が行う実験及び業務において、なあ、これが君のことだよ。は、いかなる行為も拒否せず、忠実に協力及び実行すると。対価として、こうはオツの望む希少価値の高いフィギュア、冊子、グッズなどを提供するものとする。とまあ、よくこんな怪しい文面にサインする気が起きるもんだけど。ある意味前向きな発言ではあるね。しかし、君は運がいいよ。今回の実験での成功は君だけだからね。人一倍欲望まみれ、物に対する執着心が強かったということか。後の連中は全員失敗作だったんでね、早々にお引き取り願ったよ。所詮彼らは駆られる側の存在なのだから。落ち着きたまえよ。そうだな、まがい者について説明してあげよう。まがい者とは、人間をはるかに上回る運動神経、自らの欲望を原動力として計り知れない力を引き出せる無限の可能性を秘めた存在さ。ただ一点、少しばかり太陽の光と相性が悪いのだけが難点だがね。いわば腎臓吸血鬼とでも言うのかな。もちろん血を吸うわけではないけれどね。この部屋にいる者たちも全てまがい者への改造を施された選ばれし者たちだよ。君はアルバイトに来たんだろ。単純な話さ、仕事をしてほしいんだよ、まがい者になった君たちにね。なに、心配はいらない。誰にでもできる簡単なお仕事だよ。秋葉を歩いている人間を襲い、その生命エネルギーを吸収する。何も命を奪うわけじゃない。ただ日々を生きるための活力である。君は人間たちから奪った生命エネルギーを我々の元へ持ち帰るだけでいい。君の活躍に応じて望むだけの褒美を与えようじゃないか。この状況で寝られるとは、ある意味卓越した能力の持ち主だが、この程度のことを理解できない輩は必要ない。お前たち、そこの彼を太陽の光が当たるところにでも放り出しておきなさい。その後は神田川にでも不法投棄でいいだろう。イエス、マイマスター。そのまま永遠に眠るんだね。
おや、お目覚めのようだね。おめ、うん、ま、気持ちはわからなくもない。しかし君は運がいいよ。今回の実験での成功は君だけだからね。人一倍欲望まみれ、物に対する執着心が強かったということか。あとの連中は全員失敗作だったんでね。所詮彼らは駆られる側の存在なのだから。落ち着きたまえよ。そうだな。まがいものとはミス。君はアルバイトに来たんだろう。単純な話さ。なに、心配はいらない。秋葉を歩いて。ふん、君は間抜けそうな顔をしている。いいだろう。不良品はこ、ご報告が。どうした、想像しいな。侵入者です。何者かがこのアジトに。侵入者だと。見張りは何をしていた。君動ける。ここから逃げるわ。私についてきて。侵入者を取り押さえろ。イエスマイマスター。やってみましょう。甘い。Damn!
そろそろ頃合いね。さあ。貴様、舐めた真似をいい鬼させるか。かばって。君大丈夫？お前たち、こいつらを取り囲め。逃がすんじゃない。イエス、マイマスター。私が突破口を開く。君は私の後ろからついてきて。どうやら逃げ切れたみたいね。大丈夫？まだ歩けそう？その傷はさっき私をかばった時の。まだ意識はあるみたいだけど、このままじゃいずれやむを得ないわ。多分こうするしかもう方法。今から私の血を君に流し込むわ。この方法なら君は助かるかもしれない。だけどこれから先それでもいいと思うなら、私の血を飲んで。すごく邪悪な使命を感じるけど、まさかね。この血は君を過酷な運命に導くかもしれない。だけどそれを変えるのは君の生き方次第。時風雫の名において命ずる。血の共鳴をもってこの者を眷属とせん。